息を吸って準備して吐く息でまずここでラウンド作りますね。少し水を中間の方に下げたら綺麗な、ラウンドですねを作ります。息を吸って吐く息で右足テーブルトップしていきましょう。息を吸って吐きながら左足テーブルトップです。両足伸ばしてピラティスグイです。付け根から外旋をしてかかとからお尻にかけてジッパー引き上げるようなイメージ。でそこで首をまず左右に触れるかどうか確認していきましょうか。良さそうですね。 OK です。できるだけ正面戻しましょうか。ウエストの長さを長く保ったまま、そこからねフロッグいきますね。足の間にボールを挟みます。さあではそこから、この足の位置に戻ってくるようにしていきましょう。水位で付け根から両足外旋です。もも外に回しながら膝を曲げ吐きながら伸ばしていきましょう。いいですね。繰り返します。水位で付け根から外旋膝の幅でもうちょっと狭くていいかもしれません。 OK 吐いてお腹でコントロールしながら伸ばす。いい感じです。あと3回いきましょう。曲げていきます。足を伸ばしたまま息を吸って吐きながら足を少し上に上げていきましょう。この辺までですよ。息を吸って吐きながら足を下に下ろします。ラウンドキープしたままね、お腹でコントロールします。レッグローバーですね。息を吸って吐いて上げていく。うまいです。で下にダウン。なので息を吸い吐きながら動き少し変えますね。息を吸って吐いて円を描きながら足を、そうです、遠くにレッグサークルですね、上げていきます。付け根から綺麗な円を描くように動かしていったらあと2回いきますね。そう、お腹の力でコントロールしたらもう一度いきましょう。うまいです。上げますね。そのまま足下に下ろしますね。逆の足いきましょう。少しだけ下に戻したらシザーズいきましょう。息を吸います。吐きながら足を前後に入れ替えていきますね。また息を吸って吐きながらこれも付け根から動かしていきます。息を吸い吐いて、そう、お腹の力でコントロールしながらまた息を吸いましょう。吐きながらチェンジ。さあ少し動きを変えていきます。息を吸って吐く息ヘリコプターですね。足で綺麗な円を描くように動かしていきます。また息を吸い吐きながらシザース入れ替えていきましょう。また息を吸って吐く息付け根から綺麗な円を描くように動かしていきます。また息を吸い吐いてチェンジ。さあまた息を吸って吐きながら綺麗な円を描くイメージ。指先は遠いところを通りながら2回シザースしますね。入れ替えて、もう一度入れ替えたら逆回しいきましょう。ナイスコントロールです。入れ替えて回します。また入れ替えて回してラストいきましょう。入れ替えます。そう、綺麗な円を描くように動かしたら足を揃えて膝を曲げていきましょう。いわゆるテーブルトップにね戻したらローリングリインアウトアウトいきます。息を吸って吐く息で水落ちから下を右にひねっていきましょう。そう、息を吸い吐く息で入れ替えていきます。両肩つけたまま水落ちから下遠いところを通るようにひねりますね。いい感じですよ。息を吸って吐いて入れ替えていく。そう、いい感じ。息を吸い吐いてチェンジ。そう、少しだけ右肩下げてあげるといいですね。 OK、 もう一回ずついきましょう。吸い吐きながら入れ替えて、そう、少し、ね、左肩下げてあげるといいですね。そうです。もう一回息を吸って吐いてチェンジ。そうです。息を吸って吐く息で足を正面に戻していって、こちら正面でここに座ります。
足の裏同士を向かい合わせるように付け根から外には足、膝を開きます。足の付け根で何か挟み込むような意識で、骨盤を起こしたら頭のてっぺんはこう上にこうぐっと持ち上げられているようなイメージで、できるだけ身長を高く保ちます。肩は開いたまま手を前習いしていきましょう。そうです。まずは骨盤を小さく動かす練習からいきます。息を吸って準備して、頭高いところに残したまま息を吐いて下から順番に丸めていきます。おへそは背中の方に引き込む意識です。吸う息で戻してあげて、この動きあと2回いきますね。息吐いて下から順番に丸めていく。頭は上の方に引っ張られているようなイメージ。吸いながら戻していったらもう一度いきます。息を吐いて、いいですね。吸い気で戻していったらさらに下の方まで降りていきましょう。息を吐いて頭遠くに残したまま背骨一つ一つこの山のところにつけていきますね。そう、この辺まででいきましょう。息を吸います。吐く息で手を上に上げていきましょう。リブケージアームです。アンダーバスを締めておへその下に近づく。そこでキープ息を吸って、吐く息アームサークルズをしながら来た道戻るように体を起こしていきます。体をさらに引き上げ、息を吸って吐く息で下から順番に丸めていく。おへそ背中の方に引き込みながら少しうなずいて首の後ろを長くしますね。そう、そこでキープ息を吸って吐きながら手を万歳、肩広く保ちながら脇の下をウエストのポケットにしまい込むようなイメージ。息を吸いましょう。吐く息アームサークルズをしながら、そう、最後に剥がれた、最後についたところから順番に剥がしていくようなイメージ、もう一度いきましょう。吸って息吐いて、上手上手。さあ、ではまた息を吸います。吐きながら手を上にアップ。ちょっと体が落ちてきましたね。そうです。息を吸って吐きながら円を描いてアームサークルをしながら体を起こしていきます。最後一番身長高い状態を作りますね。では膝を立てて足の裏は床につけます。では横に開いていきましょうか。そうです。真横より30度ぐらい開いた状態、シーテッドツイストいきますが、さらにちょっと骨盤を起こしてあげて体をさらに上に引き上げていきましょう。そうですね、大きく息を吸います。吐く息上に伸びながら体を右にひねっていきましょう。瓶の蓋開けるようなイメージで体を上に引き上げていきます。さあ、また大きく息を吸って吐いて入れ替えていきましょう。そう、胸から上をひねります。少しだけ体を左に戻しますね。そうで、さらに体を上に引き上げたいです。そう、息を吸って吐きながらチェンジ。左右のお尻均等に体重を残したまま、さらに体を上に引き上げます。今度少しだけ体を右に戻しましょう。そこです。息を吸って吐いて入れ替えます。そう、胸から左にひねり、少しだけまた軸を、ね、左に戻したいです。そこです、そこです。息を吸って吐いてチェンジ。お辞儀をするように上半身前に立ちますね。もうちょっとね、肘曲げたところまでです。うん、そうです。で、リングを挟むことによって腕の付け根から肩を外に回して胸の位置をできるだけ高くセットします。そうです。で、もう一個だけです。リングを挟むことによって脇の下を横に広げるようなイメージ、要はこうちょっと脇の下ほっぺた引っ張られているようなイメージで脇を横に広いと開いておいてあります。で、そこからいきましょう。息を吸って準備して、吐く息で耳と肩の距離長く保ったまま肘を伸ばします。ちょっと後ろ、そこです。で、まだ伸ばせます。肘が一度吸う息で戻していきましょう。そう、ではまた息を吐いて、そう、肩広く、そうです、保ちながら脇の下少しね、ウエストのポケットにしまい込むようにしながら、まだ肘伸びそうですね。まだ伸びる、いいですね。吸って戻して、あと2回いきますよ。息吐いて、そう、胸の位置高くしたまま少しアンダーバスト締めておへその下に力を集めます。
ちょっと肩開いて肘伸ばして、そうです、戻していきましょう。さあもう一度いきますね。息を吐いて肩開いて、そうです、うまいです、うまいです。ちょっと後ろ、まだ肘伸びると思います。戻して OK、 戻していきましょう。ではティーザーいきましょう、こちらが正面でここに座ります。そうです。でお尻をこの山の方に近づけるように、そう、つけといた状態作りますね。まず取っ手持ったままでいいので、首の後ろ長くしますね。で、いわゆるラウンドをキープしたまま、もう少しね最初体を起こしておいていいですよ、うん、まず練習だけしましょう。息を吸って準備、吐く息でまず体、上半身後ろに倒します。このエッジの延長線上に来るぐらいまで倒していく、この辺までですよ。息を吸って吐く息でお腹でコントロールしながら起こしてあげる、いい感じ。息を吸って吐く息で倒します。そのラウンドキープしたままね、少しおへそを背中の方に引き込むようにしながら息を吸いましょう。吐きながら戻します。上手上手。では右手を前習いしていきます。左手も前習い、肩開いた状態で右足テーブルトップです。左足テーブルトップ、いけたら両足伸ばしてピラティス V 作りましょう。いいですね。息を吸って準備、吐く息、上半身を下ろしながら両手万歳します。そうです。さあ息を吸いましょう。吐く息でアームサークルズをしながら上半身を起こして、いけたら足も上げてあげて、素晴らしい。息を吸って吐きながら上半身を下ろしながら手は万歳、そう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 。息を吸いましょう。吐く息でアームサークルズしながら起こしていく、あと2回いきますね。息を吸って吐いて、そう、手もたりですよ。そうです。息を吸って吐いて、ナイスコントロールです。ラストいきましょう。息を吸って吐きながら後ろに倒す、そうです。ちょっとうなずいてあげると思っていい、そうです。息を吸いましょう。吐く息で戻ります。ナイスコントロールです。さあそこからです。右肩、お尻の位置ですね、まっすぐ綺麗な位置を保ったまま息を吸います。吐く息、まっすぐな形維持したまま後ろに倒していきましょう。この時首の後ろは長くしたままです。もうちょっとうなずいてあげるとですね、もっとうなずきたい、もっと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 、もうちょっと、そうです。で、ここまでもうちょっと後ろです。よいしょ。で、そこでうなずく。OK、 そこから息を吸って、この位置一切変えずに手を上に上げていきましょう。吸う息で手だけを戻して、この動きあと2回いきますね。息を吐いて上げていきます。そこから開いたまま、少しだけ頭の位置こちら側に、そこです。戻してあげて、もう一度いきますね。息を吐いて、そこから広くしたまま、少しここでうなずきたいです。よいしょ、そこです。吸いながら手だけを戻して、吐きながら一度体を起こしていきましょう。さらに身長を高くしたら息を吸って、吐きながら後ろへ倒します。そこで少しうなずいて、もうちょっとうなずきたいですね。脳天から髪の毛 4、5本上に引っ張られているようなイメージです。息を吸って、吐きながら手を上に上げていく、そう。吸う息で一度手だけを戻して、吐きながら上げていきましょう。またちょっと頭を持ち、そうそうそう、いいですね。戻していきます。もう一度いきましょう。息を吸います。吐きながら、そうね、手だけを戻して一度体を起こします。もう一回いきましょう。これで終わります。息を吸って、吐きながら後ろに倒す、少しうなずいて、もうちょっとうなずいて、そうです。息を吸って、吐きながら手を上にアップ、そうです。頭ちょっと後ろ戻して、そうです。戻して、もう一度いきますね。息を吐いて、ちょっと頭こっち、そうです。吸う息で手だけを戻したら、吐きながら一度起こしていきましょう。頑張りました。いい感じ。